尾道バイパスは、広島県尾道市高須町から同市福地町へ至る延長 9.0km の道路であり、尾道市道と国道2号バイパスで構成される区間である。もともとは、尾道市街における慢性的な渋滞緩和を目的に、国道2号の二次改築事業によるバイパス道路として建設省中国地方建設局が整備を行ったものであるが、 周辺道路の整備により、東西軸としての広域幹線道路から外れた部分と側道を、尾道市へ移管したことにより、市道と一般国道で構成されるようになった。延長 9km のうち、取付道路を除く 7.6km が、専用部として自動車専用道路となっており、専用部の全線が国道2号に指定されているほか、地域高規格道路として、 福山本郷道路の一部に都市計画道路として、ビンゴ都市圏都市計画道路1.3001号、福山尾道三原線の一部に指定されている。また、一般部である取付道路は、尾道市道に指定されている区域と、国道2号に指定されている区域とがあり、起点付近の尾道市道バイパス速道、高須線は都市計画道路として、 ビンゴ都市圏都市計画道路3.5409号大新線に指定されている。尾道市の国道2号は1953年に一次改築を終えていたが、1日あたりの交通量は1962年で11,900台、1965年で22,000台と年々増加し、渋滞が問題となっていった。そのため、 尾道市街の北側を迂回する形で1965年度から2時、改築事業として、バイパス道路の整備に着手。1969年に建設省中国地方、建設局管内初の自動車専用道路として、部分開通。事業計画を1期と2期に分け、1期計画では、国道184号との交差部において、同国道をまたぐ本線は施行せず、 速道のみの共用都市、2期計画で本線を施行した。自動車専用道路として整備した背景には、1960年代から構想されていた第二山陽道構想があり、この構想では二次改築事業で整備したバイパス道路同士をつないで、高規格道路を形成するというものだった。また、尾道市の日本国有鉄道山陽本線を尾道バイパス付近に迂回させ、 尾道市外の交通問題の改善を図ろうとする構想もあった。一般部のうち、国道2号限道の尾道バイパス、東口交差点から高須インターチェンジにかけての区間は、かつて国道2号に指定されていたが、西瀬戸尾道インターチェンジの立体化により、高須インターチェンジの広島方面行きオンランプの入り口の位置が変更となり、尾道市道地間をすこととなったため、 尾道みちバイパス速度高す線として、尾道市ちに関されている。また、栗原インターチェンジ速度も上り線が、尾道みち尾道バイパス速度を10号線、下り線が、尾道みち尾尾うバイパス速度を11号線として、尾道市ちに関されている。専用部は、国道2号、松永道路及び、国道2号、木原道路と直結しており、 福山市から、三原市へ至る自動車専用道路が形成される。2005年度平日24時間交通量広島県、三原市木原町。ありがとうございます。